どうもごひけんです。いやー、昨日はえらい目に遭いましたなんかね、日野ファミリーたちにもちょっといろいろお話をしたんですが、最近おかしいぐらいに発作が出るとまあしょうがない、うまく付き合っていくしかないので、本日も頑張って作業を進めたいと思います。昨日ね、ちょっとファミリーたちに手伝ってもらって、ボンネットの散り合わせ 100% 完璧にはまだなってないんですけど、もうここから先はちょっと地道にやるしかないので、まあそのうち、そのうちっていうか地味にやっていきたいと思います。で、今日ちょっとバンパーをまだこれね、ただつけてるだけなんで、ブラケットの方の加工をして、前回結構前に言ったんですけど、ここの幅なるべく近づけるところぐらいまでで装着できるように、そのバンパーブラケットの加工をやっていきたいと思います。で、同時進行で、ちょっとトラックちゃんの荷台の上に置かせてもらってるんですけど、まあ映しちゃいけないんですけど、まあ、プリムスちゃんの、スプラッシュパンの板金の続きと、フロントのバンパーのところ の, スプラッシュパン、それと、グリルですねの足付け成形をちょっとやってっちゃいたいと思います。で、先に、その3つを今日中にちょっと済ませて、んで、プリムスちゃん本体の、塗る準備、まずボディ修正なんですけどのためのちょっとこうマスキングをあっちこっちしていきたいと思います。そんな感じぐらいまで進めたらいいなと思うんですが、すでにもう今ね、午後3時なんです。これ なんでかっていうとね、まあ、昨日ちょっとそういう撮影で、まあ、時間がかかっちゃいまして、まあ完璧に僕が立ち直るまでに結構時間がかかっちゃって、その間2人ちょっとねいてくれたんですよ。で、まあ、立ち直った後もすごい気持ちがわかるんですが、ね、僕の気持ちを楽にさせてくれようとして、お二人で、僕を入れて3人でね、バカっ話みたいのをしてたんですがね、まあ、そういう気持ちがものすごくありがたいですね。二人ともちゃんと仕事もやってるのにね、夜中の2時ぐらいまでちょっと僕に付き合ってくれて、うん、で、まあ、僕その後ちょっと動画の編集だなんだとかをちょっといろいろやってまして、ほんで千葉の散歩して、鬼会に上がって、もうちょっとね、昨日からお酒とタバコとコーヒーをちょっともうやめようっていう話になって、関係あんのかどうか全然わかんないんですけど、もうちょっとその辺もね、ちょっとやめてみます、何日か、うん、まあ、そのまま禁煙できたらラッキーなんですけど、どうもおかしいんですよ体調がね、うん、なのでちょっとそういうこととかやってたらね、寝るのが朝のね7時ぐらいになっちゃったんですよね。ほんで、まあ、寝て起きたらお昼だったもんで、もうこんな時間になっちゃいましたまあなので、でもちょっと頑張ってやっていきたいと思います。それではちょっと片付けまして、作業スペースの確保をいたしました。ちょっとブラストの台を作るのはもう来週の定休日にやります。よいしょ。まあそんな感じで、プリムスちゃんのモール類は全部ここに、移動することができて、でちょっと保管しておきます、この状態で。で、作業スペースがいろいろ空いたので、はい、バンパー外しました。そうなんです。だもんで、最初このブラケット今逆になってるんですけど、逆にしてまあかろうじてちょうどいいぐらいの位置に来るんですけど、まあ収まりがしっかりしてないので、やはり元の向きに合わせてここで切断して位置を合わせて溶接するっていう加工をやっていきます。そう、それとね、まあ、ここまで来るともうちょっといろいろね、まあ、何回も言って失礼かもしれないですけど、やはりご予算っていうものがあるもんで、前ついてたものはそのままちょっと使え、まあいずれオーナー様がねお金貯めたらこういうのも新品にするって言ってたんで、まあ切りのいい位置でついてればとりあえずあとはいいかなって感じなんですけど、まあ、こういうものがとりあえず買えないので、
もともとついてたやつを再利用してつけるっていう形になるんですけど、まあこういうのですね、あの見てくれると分かるんですけど、こう一個だけこれ違うんですよ、ナットで。大きさとかではなくて、あのピッチがもう違うやつがあの入ってるんですね。こうゆるゆるしてるの分かります、うん、こっちしてませんよね。なのでこういうのも、まあ、自分の手持ち、まあ、これはあのトラックちゃんから外したボルト類とか今ねちょっと整理してみたんですよ、うん、このナットないかななんて思ってね、やっぱあるわけはないので、でこっちはまだトラックちゃんに使う、使うのと使わないのがいっぱい出てくると思うんですけど、でまあドアのボルトとか、だからこれをちょっと今探してるんですよ、これと同じね、この違うピッチではないやつっていうのがないかなと思って、でそういう時に限ってやっぱね出てこないし、ないんだな。あー、カッターここにあった、よいしょ、という感じでちょっと今やってますね。困ってる、ここのナットもねえな。あるだか、このピッチのボルトって。まあそうか、別に変えちゃってもいいんだな。さてではバンパーのブラケットを、まあれですね、まあ、このオリジナルを使っちゃうとバンパーの位置がこんな上になっちゃうので、カットしてブラケットごと下げてで1センチもいかないぐらい、1センチぐらいかな、奥に詰めたいっていう感じなんですよ。なので一応まっすぐなところでとりあえずカットしましょう。はい、カットが終わりました。それでちょっと今から現物合わせでこちら側をバンパーにつけて、こちら側をフレームの方につけまして、ゆっと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 、おそらくこのぐらい落とすと思うんですよね。うん、でこちら側をもう少し、まあ、現物合わせでちょっとこういう感じになるように、1センチぐらいどうかな、どのぐらいまでいけるかな、それをちょっと見ていきたいと思うんですよ、うん、なので固定をきっちりしたいので、やはり、まあ、ここの、ボルトは1本ちょっと似たようなのがあったので、それをちょっと使って、でこちら側はちょっとナットがないのでね、しょうがないこれをまあボルトごと本当変えちゃいたいけど、まあしょうがないな。いや本当はね全部変えたいんですようん、でもしょうがないので、ちょっとね、あるものは使うって感じで、これのちょっとナットをね、いやないと思うんだな、確か前なかったような気があるけど、ちょっと探しに行ってみましょう。もうお店中引っかき回したんですけど、やはりなくて、そう結構前にね、これのまあいくつかサイズがあるんですけど、は結構在庫があったんですけど、それももうそこをついちゃってて、そうなんですよね。買ってきました、さすがホームセンター、何でもある、よいしょ。ちょっとやっぱ探すのに手間取りましたけど、まあ、店員さんに聞いて、なんだっけ、UNC の13山のボルトだと思うんですけどって聞いて、店員さんが探し出してくれまして、なんとか買いました。念のためね、5つ買ってきたんですけど、これ1個いくらだと思います？210円ですよ、こんなんが210円ですよ、ビビったな。もうちょっとね近づけたいんですよね、多分もうちょっと近づいてんだよな、こっちはこの辺ギリギリまで持ってけそうな感じもするんですよね。ただやっぱフレームにちょっと当たっちゃうんですよ。だそこを
なんとかしないとこの位置には、うん、で今これ外した状態でもうあのフレームがもうバンパーに当たっちゃってる状態ですね。ここまで押し込むと、うん、このぐらいになってるような気もするんだけどね。オリジナルはもうちょっと空いてると思うんですけどね。全然、ええ、ちょっと今潜ってこのブラケットをバンパーにつけて現物合わせでやったんですよ。さっきの位置でもし取り付けたいのならば、もっとこっちで切んなきゃなんないんですけど、切れるところがこの辺がギリギリなんですね。なので一回ちょっとここでもう一回カットしてみて、このぐらいでなんとかなんないかなと。多分この位置でカットするとね、もう気持ちっていうかね、もうちょっと隙間がここに開くんですよ、うん、まあオリジナルよりはそれでも全然こっちへあのボディ本体に近づくんですがね。そんな感じでちょっとやってみようかな、うん、ではまあちょっともうね、まあまあの時間になってるな。今9時ぐらいか。いやいろいろ片付けたりなんやかんやもしてたら時間食っちゃったな。何にも予定通り行かないでしょ。